にちは。私は今新千歳空港国際線ターミナルにおります。ビーチアビエーションが新千歳インチョン線を就航することとなり、今日4月25日その初便が就航します。初便のチケットを取りました。ビーチアビエーションといえば ANA が親会社となり、2011年2月に関空を拠点に設立した格安航空会社です。現在保有機が25機、5月3日に1機退役しますので24機になる予定です。今年10月にはバニラエアーとの統合も決まっています。ますます利用客が増えるんじゃないでしょうか。まだチェックインカウンターこのように開いていません。チェックインカウンターが空き次第チェックインしたいと思います。それではミッツチャンネルスタート。はい、チェックインが完了しました。私は21の F の席を取りました。便名が MM701、 機材はエアバスの A320、 メジャーな機材です。座席が180席で配列が33となっています。私が選んだシンプルピーチというカテゴリーの格安のチケットなんですが、このシンプルピーチは座席指定料が有料です。なのでウェブであらかじめ850円指定料金を払いまして取りました。窓側が850円、そして通路側600円、一番前の足元の広い席は2200円、真ん中から、前方の席が1100円だそうです。こちら事前にウェブで指定しておかないと、こちらカウンターで座席指定をした場合、手数料を含め4000円ほどかかるそうです。かなり割高になりますので、指定される方はぜひウェブでどうぞ。後ほど就航セレモニーがあるということなので、ぜひそちらの様子もお届けしようと思います。これからなんですが、食事を取りたいと思います。フライトに備えて食事をとりますが、こちら国際線ターミナルの方には、レストランがあまりないんですね。なので徒歩10分ぐらいになりますが、国内線ターミナルに移動して食事いただきたいと思います。それではまた戻ってきます。はい、食事を終えて国内線ターミナルに戻ってきました。これからセキュリティチェックを経て出国したいと思います。これから就航セレモニーを始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは、ビーチへようこそ。本日は MM701 便ソウルインチョン空港行き初便をご利用いただきまして誠にありがとうございます。ただいまよりビーチ札幌新千歳ソウルインチョン線就航セレモニーを開催いたします。本日は私ピーチ客室乗務員の森川とを樹皮寺口金森の4名で進行させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ちなみに私は北海道札幌市出身です。今回地元からソウルに行ける便ができて本当に嬉しく思っています。여러분안녕하십니까피치에오신것을환영합니다오늘은 MM701 편서울인천국제공항의첫수영편을탑승해주신여러분께진심으로감사말씀드립니다그럼지금부터피치札幌신지토세서울인천노선의취향세레모니를개최하도록하겠습니다잠시만주목해주시기바랍니다그럼먼저피치항공의대표이사 CEO 인인호의신이치로부터인사말씀이있겠습니다소레데와피치다이오토리시마리아크 CEO 노인호의신이치요리고아이사츠모시아게마스あ、皆さんこんばんは。こんばんは。空飛ぶ電車ピーチの井上でございます。本日はご搭乗のお客様、
本日のですね、弊社千歳ソウル諸便にご搭乗いただきまして誠にありがとうございます。またメディアの皆様方、この遅い時間にですね、こんなにたくさんお越しいただきまして本当にいつもありがとうございます。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げます。さて本日は多くの日本人のお客様に加えまして韓国からのお客様も多くご搭乗いただいておりますので、弊社の客室乗務員で韓国出身の方がですね、通訳をさせていただきます。こんにちは、ピーチ대표이사이노우입니다。오늘ピーチ札幌서울첫편에이용해주셔서대단히감사합니다。ピーチとして平成最後の新規就航となりますこの札幌ソウル線でございますが、おかげさまで満席のご予約を頂戴いたしました。この場をお借りしましてお客様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございます。また新千歳空港ターミナルビルディング株式会社様、そして各店舗様の皆様方にはですね、この庶民就航にあたりまして絶大なるご支援賜りました。この場をお借りしまして重ねまして御礼を申し上げます。ありがとうございました。さてここ北海道から海外に就航しているのは日本の航空会社でピーチだけでございます。本日の札幌ソウル便はですね、札幌台北便に次ぐ2番目のここ北海道からのピーチの便になります。またこれでですね、本日のソウル便就航によりまして北海道と韓国がこれ一番近く、最も近くなるということになる、なります。고객여러분덕분에탑승하신札幌서울노선은만석으로출발하게되었습니다。다시한번진심으로감사드립니다。한국에서홋카이도로취항하고있는일본항공사는피치항공이유일합니다。なぜならばですね、空飛ぶ電車ピーチなら札幌ソウル片道5480円、片道5480円からという低運賃で、ソウルに行くことができます。皆様大好きな人気のエステを体験に行かれたり、好きなアーティストに会いに行かれたり、好きな話題のカフェに行かれたりですね、そのためだけに何度でも行けるということができるようになるわけです。しかも学校や仕事の帰りついでにですね、そのまんまソウルに行くこともできるのがこのピーチのサービスの特徴でございます。札幌ソウル線にはですね、実は弾丸スペシャルという特別運賃も設定いたしました。0泊3日で、往復です7500円です。往復で7500円という弾丸特別運賃も設定いたしました。この令和の新時代にはですね、ピーチで日帰り海外旅行という新しいムーブメントをですね、ここ北海道から作り出していきたいと願っております。하늘을나는전철피치항공은편도84,200원부터의최저가운임과24시간충분하게즐길수있는심야스케줄로이제껏보지못한새로운형태의홋카이도여행을즐기실수있습니다。はい、そして韓国のお客様、韓国からはですね、まさに日帰りの旅が可能になります。朝5時半にここに着きます。そして22時にここを出発するということで、1日が大変長いですね。北海道のこの魅力的な車だけで4食楽しむことができます。弊社の機内食入れると5食も楽しめるというですね、こういう路線は滅多にございません。ぜひご利用いただきたいと思います。また北海道にはですね、もう言うまでもなくグルメだけじゃなくてですね、観光に関わるいろんなこう素晴らしいコンテンツが揃っております。この弊社の就航機にですね、韓国からも本当にこう気軽すぎる旅をご利用に なってですね、さらに多くの韓国の方がこう北海道を訪れるというふうに確信しております。
축하에도 있는 음식과 자연은 일본을 대표하는 유일무이한 매력을 가진 곳입니다. 전철을 타는 것과 같이 홋카이도를 휴가 없이도 학교나 회사가 끝난 후에 갈 수 있으며 홋카이도의 맛있는 해산물 요리를 즐기실 수 있습니다. 앞으로도 피치 항공과 함께 홋카이도로 놀러 와주세요. 네, 피치와 ここ 홋카이도를 일본의 北の 玄関に したい. これを合言葉にですね、これからも 北海道の皆さんの 気軽な日常の足となるように社員一同頑張ってまいりたいと思います。ピーチの北海道からの国選戦はこれで終わりではございません。社員一同どんどん飛ばしたいというふうに願っております。そのために皆さんぜひどんどんこのお乗りいただきたいというふうに思います。で、皆さんがどんどんお乗りいただくと我々もどんどん飛ばせると。ピーチを作っていただくのはですねお客様でございます。本日のご登場誠にありがとうございました。ピーチ항공계속해서아시아의가교를목표로고객여러분께가볍고편한여정일상의한부분이될수있는그런여행이될수있도록노력하겠습니다오늘탑승을진심으로감사드립니다井上さん、ありがとうございました。さて、ソウルへは新千歳からわずか3時間のフライトで到着します。おしゃれなお店、美味しいグルメ、また流行の韓国コスメ、おすすめのスポットが盛りだくさんです。またピーチを使うと週末だけでソウルを満喫でき、また会社や学校終わりにフラット海外を堪能することができます。それではここでソウルに詳しいピーチ客室乗務員よりおすすめのスポットをご紹介いたします。はい、私のおすすめは韓国料理です。漢方などを鶏肉の中に詰めて煮込んだサムゲタンや、また茹でた豚肉をキムチなどと一緒に野菜に包んだポッサムなど、ヘルシーでついたくさん食べてしまいます。またスイーツは彩りもよく可愛らしいので、ついたくさん写真も撮りすぎてしまいます。私のおすすめのところは韓国でとても有名なスポットのホンデ入り口というところです。インチョン空港から約50分で行けますし、グルメ、ショッピング、そして韓国の文化も楽しめるところですので、ぜひ行ってみてください。여러분、北海道에서여행즐거우셨나요？피치항공은서울에서홋카이도까지가장빠른시간안에도착하는비행편이됩니다다음홋카이도의여행도피치항공과언제나함께해주시길기대하겠습니다それではここで皆様にお得なお知らせです。まもなくゴールデンセールが始まります。札幌ソウル間がなんと2990円から。詳しくはぜひピーチウェブサイトをご覧ください。それではこれよりフォトセッションに移らせていただきます。準備が整うまで少々お待ちください。よろしいでしょうか？はい、じゃあ次、最後オフィシャル写真真ん中お願いします。はい、就航セレモニーが終わりました。日本の航空会社がこの路線を就航するのは初ということです。私はピーチ、LCC 自体国際線搭乗が今回初めてなので、最初不安があったんですけれども、初の路線、そして初便搭乗ということで、今はワクワク感でいっぱいです。まもなく搭乗始まります。ありがとうございます。お預かりします。マスクを外していただけますか？
ありがとうございます。待ってください。ありがとうございます。お越しありがとうございます。ハイタッチ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 ありがとうございます。ハイタッチしていただいて今登場します。手荷物の中に貴重品や壊れやすいものをお持ちのお客様は前の座席の下に収納してください。水筒やペットボトルなどは気圧の変化により水漏れの恐れがあります。周りのお客様の手荷物を汚損してしまう可能性がありますので上の物を入れます。座席はここになります。プレゼントをいただきました。まずはこちらピーチのキーホルダーです。千歳インチョン2019年4月25日と書かれています。このような可愛いビーチの飛行機の形をしていますね。これね、320-200の飛行機でしょうか。そしてこちらはビーチのシールです。そして何よりも嬉しいのがこのタオル。こちらのタオル、先週タオルというタオルです。日本タオル発祥の地、先週タオル、優れた特徴を持つタオルだそうです。優れた吸水性、おろしたてでも清潔、心地よい肌触りということで、このこだわりのタオル、ピーチのロゴ入りでプレゼントされました。メニューの紹介をします。こちら天津チャーハン800円というのが美味しそう。お蕎麦食べてきちゃったんですよね。これオーダーしたらよかったな。今度はナポリ2ないナポリタン600円。綿菓子も売ってるんですね。そしてタコマサのたこ焼き、こちらは千葉のネギ焼きチーズ700円。あったのはこの和歌山ビーチシャーベット300円。あとはカップ麺、こちらはスナック類、ビール飲みたいのでビール後で頼もうと思います。アサヒスーパードライが500円。何か面白い気になるものはないかな。
からずっと気になってたんですよね。チーク、かわいい。あとは3本セットの口紅、これ安いです。3色、3本で6,500円。標準装備でウィングチップフェンスがついています。これまでビーチが保有の23機には全てウィングチップフェンスがついていました。しかし10月に統合するバニラエアにはすでにオプション装備のシャークレット付きの A320 が存在していて、ビーチの24号機がそのシャークレット付きのバニラ機になったようです。今日大阪から千歳に飛んできた便がそのシャークレット付きの A320 でした。24号機はウィングチップフェンス付きの A320 です。現在ピーチの保有 A320 25機のうち1機だけがシャークレット付きというお話でした。余談ですが、ウィングチップフェンスは片側だけ破損していても飛行できますが、シャークレットは片側破損では飛行できないそうです。以上、ちょこっとうんちくコーナーでした。ビール購入しちゃいました。ビーチのおつまみもついてます。ビールいただきます。美味しい。アサヒスーパードライなんですけど、やっぱりここもピンクなんですね。あと1時間ほどでインチョン国際空港へ到着です。この窓側の席から主翼の先端のシャークレットが時折光って見えます。この赤く光っているのがシャークレットです。実はさっき井上社長がおっしゃってたんですけれども、初便ということで一番新しい機材を用意されたそうです。シャークレット付きの A320 ビーチの24号機がこの初便になりました。ビーチ所有の25機のうちたった1機シャークレット付きの24号機に今乗っています。
シートベルトをお締めのままでお待ちください。座席の上の手荷物はベルト着用サインが消えてから取り出してください。また座席の上の物入れを開けた際、手荷物が滑り落ちることがあります。慎重に静かに開けていただけますようお願いします。この先、通信用の電波を発信する電子機器類がご使用になれます。なお引き続き携帯電話での通話はご遠慮ください。皆様のお出口は前方1箇所です。また出口にてゴミ箱を用意しております。必要なものがありましたら恐れ入りますがお出口までお持ちください。機内時間にご協力をお願いいたします。また最近お客様が飛行機を降り降りてから数多くのお忘れ物が発見されております。飛行機を降りの際は今一度身の回りのものをお確かめください。次もピンチのフライトで皆様のご搭乗お待ちしております。今日は本番大きに。Ladies and gentlemen, we have landed at South Beach International Airport. Please remain seated with your seatbelt fastened and keep the captain hands off the seatbelt sign. Please take your baggage into overhead compartment after the seatbelt sign is off. Please be careful when opening overhead compartment as items may fall out and into you or others.You are free to use electronic devices without airplane mode. However, please refrain from talking on the phone. Your exit is closed, and if you have garbage in your seat pocket, please bring them to the front. We are happy to collect them. And also, please have all your belongings with you when leaving the aircraft.国際空港に到着しました。3時間のフライトの感想ですが、意外と大丈夫でした。機材も24号機ということで、ピーチの24号機ということで、新しいシートでとても気持ちよく乗ってこれました。ただ一つだけ言うとしたら、シンプルピーチで私はチケットを取ったんですけれども、手荷物が7キロというのは大変きつかったです。シンプルピーチで取られる方は受託荷物のオプションを1900円であらかじめ申し込んでおいた方がいいかもしれません。7キロに荷物を収めるのが本当に大変でした。この後ですが、ホテルに行きまして、睡眠をとった後、数年ぶりとなりますソウルの街を散策したいと思います。またそちらの動画もご覧いただければと思います。ではこの動画が良かったと思ってくださった方、高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。